秋信守、中心ス、韓国語、1982年7月13日隊は、韓国の釜山広域市出身のプロ野球選手、外野手。MLB のテキサスレンジャーズ所属。愛称はシンシナティレッズ在籍時にチームメイトだった、ジョーイ・ボットが名付けた韓国語でウサギを意味する突起に、数字の1をつけた突起1であり、ボットが突起2の愛称である。釜山広域市で生まれ、韓国プロ野球、ロッテジャイアンツの正二塁手として活躍していた、舅父の朴正康の影響で幼少時から野球に親しみ、7歳から野球を始めた。少年時代の憧れの選手は、ケン・グリフィー・ジュニアであった。釜山高等学校では、エース兼4番打者として活躍し、高校通算OPS1.38 を記録して韓国、野球史上最高の有望株として注目された。高校時代に秋は、ずば抜けた活躍をしていて、同級生たちから、野球の神様と呼ばれていた。韓国代表にも選ばれ、2000年の世界青少年大会では、投手として18回を投げ、32奪三振、防御率 2.50 の好成績で、大会 MVP を獲得、最優秀投手とベストナインにも選ばれた。高校卒業後、ロッテジャイアンツからドラフト1位で指名されるが、入団を拒否して、アメリカでプロを目指す道を選ぶ。秋は、渡米を決断した理由として、もっと大きな国で、もっとすごい選手の中でプレーすることを夢見ていましたと語っている。また、後のインタビューでは、メジャーで投げる朴燦博を見て将来プレーしたいと思ったと述べており、それまでは韓国球界でプロになって日本に行くことが目標だったと語っている。にシアトルマリナーズと契約した。渡米後は打者に転向し、ルーキーリーグからスタートして4年間をマイナーリーグで過ごす。この時は1日で良いからメジャーでプレーしたいとしか思っていなかったという。2、初めてメジャーリーグに昇格した。初出場は4月21日で本拠地でのオークランドアスレチックス戦で9回に代打としてメジャーデビューを果たした。結果は一塁ゴロ。この時期は主に守備固めや代走での出場が多かった。半ばに再度メジャー昇格。初打席でシーズン初安打を打ったが、以降は15打数1安打と低迷した。2006年7月27日にベン・ブルサードとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。移籍した2日後のマリナーズ戦でフェリックス・ヘルナンデスからメジャー初本塁打を放った。インディアンスでは打率297、3本塁打。22打点で可能性を見せた。は、序盤メジャーに昇格したが、同じ左打ちの外野手でベテラン組のトロット・ニクソンとデビッド・デルーチがいたことと、クリフリーが故障者リストから復帰したことに伴い、マイナーリーグに再降格。以降、メジャーに再昇格することなく、7試合の出場でシーズンを終えた。9月に肘の靭帯を損傷し、トミー・ジョン手術を受けた。リハビリで15日 DL に掲載されたままシーズンを迎えた。6月にメジャーに復帰し、打率309、14本塁打、66打点の好成績を残して、9月にはア・リーグ月間 MVP にも選ばれる。守備は左翼手、指名打者などで併用されるようになった。打撃の好調で起用の機会は多くなった。開幕前の3月に開催された第2回。ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。大会直前に古傷の肘を痛めたため、インディアンスから指名打者以外での出場を禁られ、2次ラウンドまでは指名打者として出場した。大会通じて打率188と打撃不振に陥ったが、準決勝のベネズエラ戦と決勝の日本戦では2試合連続本塁打を放つなど、要所で活躍した。レギュラーシーズンでは、開幕から右翼手として出場。打率300、20本塁打、86打点を記録して、インディアンス打線の主軸に定着した。盗塁も21個を記録し、球団史上8人目となる、シーズン20本塁打&20盗塁を達成した。この記録はアジア人では初である。他にも、出塁率はリーグ8位、RC27 はリーグ7位を記録するなど、飛躍の年となった。は7月に指を痛めて故障者リスト入りも経験したが、最終的には2年連続、打率320本塁打、20盗塁を達成した。出塁率はリーグ4位、RC27 はリーグ5位を記録して、ほぼすべての打撃指標でチームトップの成績を残した。また、DRS において、右翼手では、J ブルース、+17、イチロー、+12 に次いで、MLB3 位となる+11を記録、ザーも+2.9 で、レギュラー獲得後、初めてを記録した。はメジャー登録日数が3年分を超えたことで、年俸調停の資格を得、インディアンスから5年総額$45,000,000の長期契約を提示されるが、秋の代理人、スコット・ボラスは FA を視野に入れて長期契約を拒否した。結局1月18日に$3,975,000でインディアンスと単年契約を結ぶ。5月2日未明にクリーブランドから40キロ離れたオハイオ州シェフィールド・レイクで飲酒運転していたところを巡回中の警察官に発見され$675の罰金を課された。地元警察は事件の一部始終を撮影したビデオをマスコミ向けに配布し、YouTube などを通じて広く報道された。ビデオの中には、秋が警察官にどうか見逃してほしいんです。韓国に知られると人生は終わりなんです。もう二度とここには戻れませんなどと発言している部分も含まれており、韓国で批判された。11月に韓国のヒーリングキャンプという芸能番組に出演し、飲酒運転事件について、秋は恥ずかしくて野球をやめようと思いました。自分が犯した過ちを深く反省しています。国民の皆様に本当に申し訳ないです、と発言した。一方で、レギュラーシーズンでは6月の終わりに子宮を左手親指に受けて骨折し、故障者リスト入りする。手術後の復帰初戦となる9月15日。テキサス戦の第1打席で脇腹を負傷して退場。再度故障者リスト入りして、そのままシーズンを終えた。打率259、打点36、本塁打8、出塁率344、長打率390、オプス734と、昨シーズンから数字を落とした。怪我の不安を払拭して155試合に出場。一定の成績を残したものの、対左で、オプス604と弱点を晒すこととなった。さらに、守備指標は、ザー-17をはじめ、プラスマイナスシステム、守備防御点などではマイナスを記録した。翌年 FA となるため、球団はトレードを画策した。2012年オフの12月11日に、アリゾナダイヤモンドバックスも含めた合計9選手が、動く三角トレードにおいて、シンシナティレッズへ移籍した。は、自身3回目となる20本塁打、20盗塁を記録したほか、ナショナルリーグ2位となる出塁率423を記録、四球は112個を数えた。レッズは3番のジョーイ・ボットも135四球を選んでおり、100四球コンビとなった。最終的に20本塁打、20盗塁、100四球、100得点、300出塁を1シーズンで達成したメジャー史上7目の選手となった。他にも RC27 は4位、WRC+5 位、OBA7 位を記録して、すべてのセーバーメトリクス打撃指標で上位の成績を残した。しかし中堅手にコンバートされて臨んだ守備では、メジャーワーストのザー-16.9、DRS-17 を記録した。オフの10月31日に FA となった。2013年12月27日に7年総額$1,300,000でテキサスレンジャーズと契約したことを球団が発表した。背番号は同年までつけていた17は6月から不振に陥り、規定打席も満たせなかった。打率242、打点40、本塁打13、出塁率340、長打率374、オプス714、シーズン 5.0.2 と低迷した。チームも同様に低迷したために、シーズンが終了する前に、肘と足首の手術を受けて故障者リスト入り。翌シーズンに備えることとなった。は4月までの打率が、096と1割にも満たず、前半戦は、昨年同様不本意な成績に苦しんだが、7月21日のコロラドロッキーズ戦において、韓国人選手としては、MLB 史上初となるサイクル安を達成したのを、皮切りに調子を上げ、9月には月間 MVP を受賞するなど後半戦は活躍した。チームの4年振りの地区優勝に貢献した。通年成績は打率276、出塁率375、長打率463、打点 82.22 本塁打。前述のように打撃面では復活したが、走塁面では過去に20本塁打、20盗塁を達成した頃の速度は影を潜め、成功率 67% で4盗塁に止まった。守備面でもワーストレベルで148試合で右翼を守って5失策、守備率 985DRS から11という低調な成績に止まった。は4月10日、右ふくらはぎ痛で故障者リスト入りし、その後も復帰した試合で、ハムストリングを痛めてそのまま負傷者リスト入り、復帰後も腰痛で故障者リスト入りと故障を繰り返し、8月15日には支給を受けて左腕を骨折すると今季4度目の故障者リスト入りとなった。これら負傷の影響もあり、最終的には48試合に出場して打率 242.7 本塁打、17打点、6盗塁という成績に止まった。右翼の摂取も相変わらずで43試合で3失策、守備率 967、DRS4 という内容だった。移籍後は2015年の8月以降においてのみしか活躍を見せることができず、テキサスの地元紙には、秋との契約は、ボクサン・ヒロシと今世紀最悪を争う契約であると書き立てられた。9月29日のアスレチックス戦で、ラウル・アルカンタラから、キャリアタイとなるシーズン22号本塁打を記録した。2018年には松井秀喜の持つアジア出身打者の最多本塁打数を超える176本塁打を記録したほか、7月には球団新記録となる48試合連続出塁を記録し、現役選手で1位となる52試合連続出塁を記録した。また、韓国人野手としては初めてオールスターに選出し、途中出場で初安打と得点を記録した。しかし、9月には月間打率178と大きく失速し、ベンチを温めることも多くなった。9月にはアメリカメディアから大失敗の契約を結んだ FA 選手30人中のワースト3位に選ばれ、彼がレンジャーズを地区優勝から遠ざけていると評価された。2019年にはアジア人初となるメジャー通算200本塁打を6月5日に達成した。抜群の選球眼で四球を選び、キャリア通算の出塁率が打率に比べて非常に高い。2013年メジャーリーグ30球団の監督を対象にした部門別最高選手アンケート調査では、ナショナルリーグ選球眼部門3位に入った。ただし、三振も非常に多く、2009年には151個とア・リーグ6位の三振数を記録した。また20本塁打前後を記録するパンチ力に加え、20盗塁前後も同時に期待できるスピードも合わせ持つなど、かつてはリードオフマンに適した外野手であった。2014年の足首の故障以降は盗塁も数少なくなり、多くの場合で指名打者として出場している。一方で、守備を苦手としており主要な守備指標である、ザーでは通算マイナス 50.4 を記録している。そのため、ベースポイル氏は守備に難点があることを指摘しており、過大評価を受けているという声もある。2018年終了時で通算ハームマイナス 2.2 を記録しており、メジャーリーガーとしては平均的な肩を持つ。足を怪我する前は、マイナー時代に1シーズン40盗塁を記録するなど、俊足で藻類技術も持ち合わせていた。2011年には、スポーツイラストレーテッド誌が秋をメジャーリーグに4人しかいない5ツールプレイヤーの一人であると評価した。また、アメリカ唯一の全国日刊誌である USA Today は2010年に秋信守を特集する記事の中で、芥田監督の彼は正真正銘のツールプレイヤーであるというコメントを引用し、クリーブランドインディアンスで最も生産的な打者と秋を称えていた。シカゴカブスのジョー・マドン監督は秋について、肩が強い、足も速い、打撃面では、パワーもあって良い打者、リーグで過小評価されている選手の一人と語った。妻とは2004年のオフに、韓国で知り合い、数ヶ月の交際で、スピード結婚した。息子が3人いる。高校卒業後、単身渡米した直後は、アメリカのスタイルに馴染むことができず、言葉の壁もあって、とても辛かったと回想している。特にマイナーリーグ時代は貧乏な生活と寂しさで何度も涙を流したという。しかし、プレーを楽しむアメリカ人の姿勢に影響され、乗り越えることができたと語っている。秋はマイナーリーグの生活がどんなに辛いのかよく知っているため、もう韓国の野球有望株たちは韓国プロ野球から経験を積んで、メジャーリーグ進出を狙ってほしいと語った。渡米後は通訳を一切つけず、チームメイトとの会話などで英会話を覚えていった。現在は野球に関する英会話はほとんど理解できているという。秋と遼春、井出穂は幼馴染である。李は秋に勧められて野球を始めた。高校時代に秋は釜山高校のエース兼4番打者であり、李は喜び南高校のエース兼4番打者だったため、二人は友達でありながらライバルだった。遼春は秋信守について、他の選手とはレベルが全然違って、野球の神様だと思いました。小学生の時から秋信守は、すごい選手で、私の英雄でしたとコメントした。故郷の釜山に対する愛着が強く、韓国、ロッテジャイアンツの熱狂的なファンである。秋信守はメジャーリーグ引退後は釜山に住みたいです。なぜなら思う存分ロッテジャイアンツを応援したいからと語った。母国での人気が高く2013年ギャラップ調査では韓国人が好きな野球選手2位に選ばれた。1位は劉健武里。2010年シーズン終了時点で兵役免除を手にしていなかったためこのまま30歳までに兵役免除の認定を受けない場合は訴追されることになっていた。秋が兵役の現役服務を免れるためには2010年の杭州アジア競技大会に参加し、金メダルを獲得することが最後のチャンスとなっていた。2010年11月、秋はこの杭州アジア競技大会の野球韓国代表として出場し、5試合で打率571。オプス 2.096、3本塁打、11打点、2盗塁の好成績を残した。そして韓国チームの金メダル獲得で、兵役免除の恩恵を受けた。兵役問題を解決して持続的なメジャーリーグの活動もできるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。